アルのンさんこんにちは、ゆずこです。それでは、今回なんですけども、速報7ペイは4月から、ペイペイ、ラインペイ、メルペイで20%還元ということで、今回はですね、ネットでちょっと話題になってた画像があったので、まあそちらをピックアップしていこうと思います。で、先にお伝えしておきますけども、これはあの、ネットで落ちてた画像なので、まあ本当かどうかは定かではありません。で、信じるか信じないかはもうご自身の判断にお任せします。 今回その今話題になっている画像というのはこちらですね。まあ左にセブンペンのチラシがあって右側に色々書いてあったんですけども、まあちょっと念のためモザイクを入れておきました。で、今回はこの内容をテロップにしてどんどんお伝えしていこうと思います。まず期間中に利用登録をすると無料クーポンプレゼントって書いてあったんですけど、多分これ、 あの、セブンペイのことだと思います。で、第1弾が7月の1日から7月の10日まで税込み160円未満のおにぎりのクーポン。で、第2弾が7月の20から21日までセブンカフェのクーポン。これはレギュラーサイズということになっております。で、さらに、セブンペイの登録者全員に一度に1000円以上のチャージをすると無料クーポン。もう1枚プレゼントというふうになってます。 で、あともう一つこれいいなと思ったのが、7月の11から7月の21日まで、えー、l i n e ペイペイペイメルペイでお支払いいただくと20%還元キャンペーンというのがあるみたいです。で、記載があった内容はほんとこんな感じでしたね。まあ見る限りは、まあセブンペイ自体の威力は小さいんですけども、まあ l i n e ペイやペイペイそしてメルペイのキャンペーンがあるっていうのはまあ個人的には嬉しいかなと思います。で、なのでまあ、 あとですね、まあ、今回速報という形で動画を撮ったので、なので本日はかなり短めなんですけども、まあ、動画は一旦ここまでにしたいと思います。で、今回の内容に関しては先ほどお伝えしたように本当かどうか定かではないんですけども、公式,は公式発表があり次第、改めて僕の方で動画にしたいと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。